猪苗代町では今月26日から町内のすべての小中学校と子ども園を臨時休校にしています。当初は明日から再開させる予定でしたが、今日の午前に臨時の校長会を開き話し合った結果、休校を2日間延長し来月3日から再開させることを決めました。町の教育委員会は、子どもたちの感染は徐々に減ってきたが、町全体の感染状況が落ち着いていないためとしています。一方、まん延防止措置が県内全域に拡大したことで対象となった須賀川市、適用されたことを受け市民交流センターでは新たな対応が始まりました。施設では遊具で遊べる人気の屋内遊び場があります。感染が落ち着いていた先月にはおよそ4割が市外からの利用者でしたが、今回のまん延防止適用を受け来月20日まで利用者を市内の未就学児と保護者のみとし、定員を30人に制限しています。小さなお子さんがですね、やはりこう動き回るので、やっぱり全員の方にマスクをお願いすることはできないんです。そういう面ではですね、やはり間隔を取りながらですね、遊んでいただくようにスタッフも気をつけておりますし、あるいは場合によってはマスクをお勧めしております。感染予防と子どもの遊び場の確保、対策を取りながら両立を目指しています。利用者はコロナ禍なので人数制限があるのは嬉しいです。でもあんまり何回も来るのはちょっと怖いので、ちょっと週に1回来るか来ないかぐらいですけど、対策してらっしゃるので安心して利用できてます。施設では1日に使える時間帯を4回に分け、1回の利用時間は最大1時間とし、間の時間で職員が換気したり遊具を消毒したりします。制限時間が来ますとスタッフの方の清掃消毒はもちろんなんですが、専門業者に依頼をして新型コロナの対策をしているということです。午前午後に1回ずつ専門の業者が入って床や壁などを消毒します。お母さん同士がちょっと交流ができたり、お子さんをちょっとリフレッシュできたりという場を考えておるんです。消毒、清掃、換気を行い、利用者の皆様が安心して活動できる場を提供してまいります。